お小遣い RPG。ショップと、いや、これね、これもまたすごいコースだったんで、紹介したいと思います。これね、キノコがコイン3枚で買える。こっちが、ファイヤーは、6枚で買えると。スーパーボールフラワーは4枚で買える。こちらの、USA キノコは4枚で買える。リンクの剣が10枚。このメットが10枚。このハテナブロックが5枚という形で、まさかのね、この場所によって、コインの枚数が違って、これを例えば、スーパーボールフラワーをゲットすると。すると、ほら !4 枚コインを使って、そして、スーパーボールフラワーが出てくるんだよね。すごくない？んでもって、16枚になっちゃったら、条件を達成してしまうので、こっち右に行こうとすると、クリアしちゃうんだよね。クリアしちゃうから、だから、そこを達しないように、例えば、今4枚だから、メットか。メット、こいつをやってやると、OK! 10枚ゲットしてからメットをゲットできる。じゃあ、スーパーボールフラワーとこのメットで行きましょうかね。これで今回の冒険はスタートと。いや、このショップシステムすごいよね。条件をうまいこと使って、あ、マップがある、マップみたいなのがあると。これは上にしか行けないね。上にしか行けない。ここかな？ここ。なんか条件をうまいこと使って、こうマップシステムをさ、再現しちゃうっていうのはさ、めちゃめちゃすごくない？これ何？イチャップキノコがある。こっちは？こっちは？こいつは何かな？ぽい。あ、違う。ここはでも溶かせないから違う。こっちか。こっちに進んで。カジノ！イエス、カジノ！あ、でもカジノしちゃうと条件足しちゃうんだけどな。まあ、いいか。せっかくだからやろうか。はい！どうなる？剣がゲットできるのかな？あ、違う！違うじゃん。剣ゲットできないじゃん。あれ？剣さん、どこ行った剣さん。これランダムなのかな？このカジノ。ランダムだとしたらすごいね。とりあえずこっちに行きましょうと。あ、待てよ、これは、今よし、来た。あー、ダメか。あー、ってことは、これもう戻るしかないね、戻るしかない。よいしょ。こっちに戻って、条件は達成したけど、次どうしたらいいのかな。道が別のとこ確かあったよね。別の道があったはず。こっち進んで、上か。ここだね。ここがあったから、よいしょ。土管に入っていくと、ワンワンさんがいるけど、避けて、避けて。ワンワンは強いので相手をしない。ほい。危ないか。これはでも道は、土管かな？土管か、扉かどっちか。あれ？ここ来たっけ？いや、来てないか。ヘッドショット、ヘッドショット。あれ、ここ来たっけな？来てないよね、来てないね、来てない。よいしょ。この土管に入ればいいか、この土管に入って。あ、おっと、ボスがいるじゃん、ボスが。イチャップをゲットしてから、これは何？この扉は？あ、これまた別のところか。まあ、いいか、とりあえずじゃあ1回目は、ボスに行ってみようか。これ、せっかくだからさ、何周かしようと思ってるので、まずはボス。すると、あ、出た！クッパジュニア。そう、ちょうどちょっと前にさ、クッパジュニアとベビークッパとミニクッパと違いが分かりますかっていうアンケートしたんだけど、いや、思った以上にみんな知ってたね。すごい。さすが。さすがやっぱりマリオ好きな人には常識なのかな、ミニクッパの存在。周りで聞いてもみんな知らないって言ったけど、みんなクッパジュニア、クッパジュニアって。あ、でも鍵ないね。鍵ない。あ、違うか。今、開けてきたところだからいいのか。これで、まずは1回ゴールができましたと。いや、せっかくだからさ、別の条件試してみたいよね。別の条件というか、別の買い物というか。じゃ、今回は試しに、どうしようかな。このフラワー。フラワーでまず6枚コインを使って、いやー、これすごいいい仕様だよね。うますぎる仕様が。6枚使って、これ、このハテナってなんだろう？これ気になってた。何これ？ 5 枚使うね。はい。これ何これ？これなんだろう、これ。おお！あ！これランダムってことか！すごいな！偶然同じフラワーだったけど。これランダムで手に入るの。すごっ！じゃあこれでもう一回入っていって。せっかくだからさっき行けなかったところとか行きたいけどな。
あ、さっきここ壊せなかったよね。ここ壊すと溶かすと溶かすとどうなる。あ、1アップか。じゃああんまりその辺の内容は変わんないのかな。道が変わるってわけじゃないのか。とりあえずカジノ一回やってみようか、もう一回。はい。これで5枚ゲットして、しょ。これ、ここはこれしかないのかな。こっちに行って、これどの辺でやればいい？この辺？いや、違うな。これなんだろうね。やり直しついでに、ここももう一回やってみようか。ほい。これ今度ファイヤー以外が出てきたらそういうことだよね。多分そうだよね。うお！うわ、すごっ！すごいね、これ。ランダムなんだ、ここは。5枚だけど、ランダムなんだ。これ、タイミングはだから、一番左に行ったぐらいか。この辺？いやー、違う！どれぐらいでやろうかな？じゃあ、どうしよう。これぐらい。できた！やった！え？あ、これで、リンクがもらえるんだ。そう、リンク高いからね、10コインだったもんね。あー、なるほど。これでリンクがもらえるんだね、うまくいけば。ただ、カジノだから、運が良くないといけない。そして、リンクを手に入れたから、ここでボムで破壊できて、こっちに進めると。なるほど。すると、あ、ここに出てくるんだ。ここに出てきて、ガードしてから、ほい。避けて、避けて、こっち、あー、待って待って待って、あそこ気になるところがあった。壊せる壁があったよ。これはちょっと試したい。壊せる壁があったから、試す。あー、ちょっと待って、ガード。ガード、よし。もう一回ガードして。ガード、ガード、ガード。ガード。はい。危ない危ない、あー、やっちゃったあ、やった、あ、ドライフォースが隠されてる、おしゃれ、あ、1アップもあるめちゃめちゃおしゃれじゃん。はい、ということで、まさかの買い物ができるコース。いや、条件をすごくうまく使ってありましたね。皆さんもよければ遊んでみてください。導かれしスピードラン2章。タイトルが気になって、ちょっと遊んでみたけど、おっと、なるほど。道が見えてくるみたいな感じかな。あとしゃがんで、ジャンプ、ジャンプの、左。あ、確かに道が、すごい道ができてくる。一見いけないんだけど、こう振り返った瞬間ぐらいに道ができてきて、進めるようになってる。これ一発クリアできるんじゃない？これ。いけたいけた、危ない。よいしょ。あ、いけたいけた。アダムさんのコース自体結構難しかったけど、一発クリア。あ、サンクスの上に、さらにサンクスを。いや、相変わらずオシャレだね。サンクスの演出がオシャレ。いいね、と。いや、でもさ、個人的にはこれぐらい難易度が高い方が、好みではあるよね。一般受けっていう話だったら、多分もうちょっと難易度が、優しい方が、多分一般受けはするんだろうけど。だけど、2期のレベルに対してだと、これぐらいがすごい楽しい。なんで、ぜひこういうの続けてほしいですね。導かれしスピードラン。皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。